皆さんこんにちは陸海空軍人から見たシリーズお久しぶりに始めてまいりますチャンネル登録がまだお済みでない方がいらっしゃいましたらこの機会にぜひともよろしくお願いいたしますそして皆さんの小川さんや伊藤さんのご著書もありますのでぜひ読んでいただければと思いますこの番組の本もありますのでねお忘れなくということでよろしくお願いいたします では今日もご紹介いたしますまずは元西部方面総監の小川清陸将ですよろしくお願いいたしますそして航空自衛隊の元補給本部長の吉田康介空将ですよろしくお願いいたします,ししますそれから元呉地包装官の伊藤敏之会長ですよろしくお願いいたしますいやいやいや まず、ウクライナ情勢の話をしていこうと思うんですが、このウクライナ国防省の交換は、先月ね、9月になりますけれども、ロシア軍の第一防衛線を突破したと主張をしています。また、アメリカのシンクタンク、 戦争研究所によりますとウクライナ軍の装甲車部隊が南部サボリージャ州西部で第一防衛線を突破しようとしていると発表しているんですね。改めてこの現在の戦況についてこれ動いてますのでねこの今、収録時点の話になると思いますけれども小川さんかからお願いでできますでしょうかまあ動いているのと,あとは現場見どうしても現場を直接見ていない限り本当のエビデンスがないし で発言とかいろんなものからしか取れてないので確実なことは言いませんのでそれぞれの立場によって違うことを言ってますので、まあ、ある程度、陣地線をあの突破したかもしれないしそこに攻撃をしてますので当然あの、組織的な抵抗戦を瓦解させた可能性はあるけれどもまた逆にロシアがそれを修復したという話もありますのでどこがどこまでというのははっきりしません。たただもうあのネットから取ったやつでいきますとこういうふうにあのロボット えとベルボベの周辺のところとかですね、えー、ロボティネに向かっていくところ陣地線にと、えー、取り付いてでここで見ると黄色い点々がありますけどそこに、まあ、ウクライナ軍が入っているという状況ですので陣地の中に入っていっている状況にはなっていると思いますあと、特、えー、幕の周辺はかなり強くこう陣地が作られている感じがあります。 で、そこは、あの、対戦者の、えー、障害を作ってたり、まあ陣地戦の前にですね、そういうふうな陣地を作っていると。で、そもそもウクライナは、どっちに向かって攻撃してるか、まあ防衛省の出してるホームページでも、攻撃方向はっきりしてますけど、まあここに、えー、平坦連絡線と呼ばれるものが、こう、黄色い線で入ってますけど、えー、ヘルソン方面は、あの、 前にダムを破壊してそちらからは攻撃しづらくなっていると思われますのでどうしてもこの徳、えー、膜方面からしか行けないヘルソンの方からはなかなか越えていけないんじゃないかなと思いますのでその徳膜の方から南下していって、えー、このロシアが占領している地域を東西に分断する。で結局そのクリミア半島を奪還したいこれ相当強い意志が、えー ウクライナ側にあると思いますのでそうすると、えー、もう少ししたらエイタクマスを供与するというのもありますので射程3 0 0キロそうするとクリミアとロシアとの間の橋とかをに狙うことができますしクリミアを孤立させやすくなるでロボティネ方向から攻撃すれば東西を分断できるっていうことでクリミアを孤立化させることができるようになってるんじゃないそれを狙ってるんだろうと思います。一方でロシアにとってみれば どういう戦いをするかといいますとまあこれは逆にロシアが攻撃する時の図なんですけどロシアが攻撃する時にあの陣地の中に入ると第一線を突破したらその後第二線第三線がありますので途中で止まっちゃうと敵によって逆襲されたり陣地を修復されたり増援が来たりして止まってしまいます。それでこののの右側の図のように いくつも停滞を作っておいて第一線突破したらすぐに第二停滞のものが自主積極的に動いて次の陣地をやっつけろ第三線をやっつけろというふうにこうやってたんですけどこれが遅いとおそらくロシア軍は一生懸命この陣地を修復してしまったり逆襲をかけたりしてくるっていうことで今戦車の数がウクライナに供与されててもこれができるほどの数になってないんじゃないかだからあの陣地深く突破することができなかなか時間がか,かると思います。 でロシアも必死でそのプーチン大統領に言われたその4個の州をしっかりと確保しとけって言われればもう必死で守ってるでしょうからで陸上戦闘っていうのはどうしてもその時間がかかりますのでい、えー、最初の段階で桜林さんからそのロシアの進撃速度遅くないって言われた時にいやいやそ,それはあれはそんなに遅いとは私は思わないと。<laughs> いうのと一緒でウクライナ軍の,この進撃速度は、まあ、なかなか進んでないとかなんとかっていう話がよくありますけどそんんななに進むもんじゃいいと思いますこのもう消耗戦で機動戦でウク,ウクライナ軍が、えー、そのモスクワをすに攻撃をかける後方を取るとかいうような戦いがもしできるんであれば全然違う戦いになると思いますけどそういうことは基本的にはしない状態で正面から陣地を回復していくっていう戦いをしてますので。 もう本当に潰し合いの消耗戦ものすごくきつい戦いをやらされているという状況です。でこのウクライナ軍としては非常にあの多目的を打てるようになるこの、えー、ロシア軍のある程度後方までですね100キロぐらいの後方まで兵站基地をやっつけたり砲兵をやっつけたり前線の部隊をやっつけたりっていうことはできてると思いますが残念ながら機動力がそこまでないのでどうしても止まってしまうと。 ってところ、あの、海軍の先輩いらっしゃいますので、そもそも第一防衛戦、第二防衛戦ってなんで陸上それをまず、戦闘っているんだっていう、特に航空自衛隊なんかみんなでこう、ガッとやれるのに、わざわざなんでこうやって分けなきゃいけないんだって思いますよね。それはあれです、あの、野球場の観客席が、もしフラットだったら、後ろの人見えますたいですね。アルファス席みたいにこうなってるから全員がこう見える。はい もしアルプス席みたいなのがずっとこうあったら全員が相手に対して直射火器を攻撃できますし全部が見えますから全部が戦闘に参加できますけどそんなふうになってませんので地面はで自由に地面を飛び回れるわけでもないのでどうしてもそこに集中したい線をある程度作ってそこに敵が来たら竜の,の牙をは簡単にどけたって言いますけどおそらくロシアの火力が向いてたのがそれをやっつけることができたために その障害を簡単にどけることができたと思うんです。障害も何のためにあるかって言ったら、障害と火力を両方くっつけてることで、障害で速度が起きてたところへ射撃機会をなるべく多くして、そこへ集中射撃をするっていう形でありますので、火力抜きの障害っていうのはほとんど役に立たないんですね。<は>だからそんなふうに、この組織的な火力と障害を分けるだけでも進めますけど、その後修復させると時間がかかってしまう。だからこんなふうに何層にもこう、作らざるを得ないですね。じゃあ そんなことやってんのは、ロシア軍だけかって言ったら、米陸軍の今の FM3 の96、3の96ですね。えっ、ー、と、旅団レベルのコンバットチームが作る防御陣地いうのは、やっぱし同じようにこういうふうに前方にセキュリティゾーンを作って、で、メイン主陣地を置いて、で、後ろにはリザーブを置いて、前の方がちょっとでもやられてかじられたら、リザーブで打撃をして取り返す。 という,ふうに地面をを使使っってて距離を使って何層にも渡ってその突破をされないようにしていくって戦いがどうしても陸軍は必要ですのでこういうふうに1戦とか2戦とかこうどうしても物理的にならざるをえない以上のようなあのその戦いを述べさせていただきましたがいかかがでしたかあの今小川さんの方からご指摘がありましたけれどもやっぱりあの バフムト周辺の東部戦線であるとかザポリージャのいわゆる南部戦線ではあの航空戦力による支援がない中あのウクライナ陸軍による反転攻勢それもいわゆるロシアが作った 防御陣地を潰しながら特にあの地雷を除去しながらやってますのでどうしても時間がかかるというのはやはり航空戦力の支援がない中での陸上戦闘のみのいわゆる反転攻勢ということで時間がかかってるんじゃないかなというふうに私は思っていますすそうですね一方、ロシア軍はいくらかあのせあの爆撃等で対地攻撃をウクライナ軍側にしているようですのでその中ですごいよく戦っていると思いますが。うん どうしても限界があって遅くなり、だからこれを持って遅いとかなんとかっていう評価は私取らないですね。逆に今危ないのはだからこのまだ国際社会に認められてないのにロシアが取ったこのエリアをで徴兵やるって言い出したしでしょ。ああ今回ロシアがですね。ねロシアが、はい、だからあれって今日のねあれだけどあの国際法違反でしょ？人道法違反なんですよあれ。だから要するに国戦争法上ダメだからね。まだだって正式に 国家に入ってないところで何をだから要するに敵を敵に変えるみたいなものだからありえないことだからあの本来の戦争法違反になることだけどやろうとしてるっていうことででもまあ僕逆に見てると思うのはなんか結構焦ってんじゃないのとロシア軍がもう足らないんでしょまあとで出てくるかもしれないけどその北朝鮮に頼るとかねそんなのも含めてあるいはあの 旧アルメニア。そう、アルメニア、ね。ザフスタンそう,そう、だからアルメニアの問題で、ううね、だから、今回、だからあの、あそこの、おアジェルバイザンの、の、おナゴルフか、セ、はい、ガラブ、ちょうど、あの、負けたじゃないですか。取られちゃったでしょ。あれ、要するに、日本の北方領土みたいなんですよ。だからアメ、これずっと、ここのアルメニアが、ロシアの軍事同盟国だから、これが抑えてて、 いわゆる日本でいう北方領土に相当する部分はをあの抑え込んでたのね。でこれがずっと抑えられてたのがこの9月の3月末に相手に取られちゃったでしょっていうことはアルメニアはロシアに支援してくれって言ったんだけど支援でできなかったんですよだから多分もう、ね、結構いろんなところで力を使うことができない状態の中にあるのは間違いなくて。 だからそれがまあこういう報道でちょっと押されてるんじゃないかっていうのにも僕は結構、ロシア軍が結構きつくなっているんだろうなきつい中ででもプーチン大統領としてはおそらく俺は諦めてないという意思表示をちょっと出してるんですよねだからここの焦りとこの過去の状態を見抜いて西側の頑張りところですよね。そうそうそう だからゼレンスキー的に、あのね、もうウクライナ疲れって言ってっちゃダメなのよね。そうですね。あれ、疲れてるの <laughs> な、何勝手に疲れてんだって言ったら、<laughs> 遅いじゃないかって勝手に思ってるからだと思うんですよ。<laughs> は,いはい。これ、そんなに早くバーンとか行くわけがないんで、こういう苦労をして時間かかるんだっていうことを前提として支援をしていく。だって、もともとあの前は、ちょっとずつウクライナが陣地脱回してるけど、これ3年から5年かかるから、すみまんよ、全部取り返すにはって。それぐらいのレンジで覚悟を決めないと、<laughs> うん ダメだと思うんですよ。この辺の評価が、まあ、正確じゃない、ね、そうです。正しく評価しないと、はい、その,後の、ま戦闘はそんなもんだというね。そうなんです。しかもこの状態はもう消耗戦になってて、いろんな手足を縛られて、ウクライナはですね、兵器の数も縛られ、能力も縛られ、で、攻撃していい場所も縛られ、で、他の兵士が入ってきてくれるわけじゃなくて、自分だけでやらなきゃいけなくて、兵器だけもらって、あと訓練を受けてやる。この中でやってるっていうところを、 見てあの、けど、6月から始まった、あの、この、ウクライナの反転攻勢も、私は、あの、9月の7日だったかな、ロシアの統一選挙に合わせて、今、ウクライナでロシアが選挙してる地域でも、選挙をしようとしてるのを阻止するために、私は、6月からへから反転攻勢に入ったのかなと思ったんですけど、結果的にやっぱり、予定通り、9月の主旬に、 いわゆるロシアの統一地方選挙に合わせて占領地域4州でも選挙が行われて、結果的には9月30日をロシアは何の日だったかな愛国者の日かなんかに設定をしてビデオメッセージを出して、いわゆるプーチンが言ったのは、今やってるいわゆる特別軍事作戦は、 我が国の領土を守る防衛作戦だって正当化してんだよね。だから、いわゆるロシアがやったことを、既成事実化されて、なおかつその既成事実化された中で、今回はその徴兵の問題まで出てきたって伊藤さんからご指摘があったように、はい、いや、これは国際法違反じゃないんだと。ちゃんといわゆる統一司法選挙、初めての選挙で認められた。 ところでやるなんだということで、すごくロジカルなんだよね、もともとロシアとかソ連ってロジカルじゃないですか、で国内で取った徴兵ももう、あのその自分ちの地域だからあの、徴兵者もそこへ送り込めると、でももう一方で、ですねロシアの国内で、その外へあの逃亡する人であったり、デモがあったりっていう動きがあるじゃないですか、これ、旧ソ連自体、こんなことはなかったと思うんですよ。つまりソ連ロシアの中にも 民主主化された頭の持ち主が増えてきてきるんじゃなだからまあこれ例えがいいかどうかわかんないんですけど日本が第二次大戦で頑張ったことによってですよベルサイユ条約の時にあんなに頑張って民族あの平等っていうのは一周されたじゃないですか欧米によってところが第二次大戦終わったらその考え方がすごく変わったつまりこの戦いによっていろんなものが変わるんじゃないかっていうことに もうう意義があると思うんですよだからその勝ち負けだけに見るんじゃなくてどういう意思を持ってどういうことをやろうとしてるかってことが大事なんだと私は思うんですけど最近ですねあの国会艦隊の司令部にウクライナが攻撃をしてなんとあの司令官が、まあ、死亡したという発表をウクライナがして、えー、いるんですが、まあ、ロシア国防省の方はオンライン会議に。 この司令官が出ているという映像、出ているかのように見える映像を発表したりしてるんで、このあたり伊藤さんはどういうふうにご覧になられますかね。だから、25秒ぐらいずーっと映ってたけど、瞬き一つしなかったんだよ、あれ。あ、そうなんですかそう、あの画面の、こ <laughs> のでずーっと。<laughs> <laughs> だから、うんってみんな言って言んだけど、ただ、それよりもね、驚いたのは、これって、あの、あそこの司令部で会議してたんでしょ地下じゃないんだもん。 あね、そうですよ。戦争してんだよ、もう。戦争しているのに、その、国会艦隊の司令部がビルの上でね、ビルの上で堂々と、<laughs> あの、一概じゃあるまいし、みたいな <laughs> <laughs> そ。そこ、そこ、そこ打ち込まれてんでしょうん。だからね、結構ボケてんじゃねえなと思ってさ。いろんな意味で僕らはロシア海軍、まあ、もともと海軍は0対100なわけですよ。うん ねないんだから、<laughs> ウクライナには。それなのにボコボコにやるでしょモスクワ以来。ねだからこれはね、海上自衛隊の人間からするとね、もうみっともねえな、この海軍という状態が起きてる。のが一つで、で、あの、ちょっと緩んでんだろうね、多分。で、そもそもがあそこにいるのって、旧対善とした体制なんですよ。だって、キロ級、戦争がだてキロ級だしね。じゃモスクワなんて、僕が自衛隊入った時の時、ね、あれ。<laughs> <laughs> 僕らが、絶対に入隊した時の船がまだ、ね、期間でございって置いてあって、で、それは、あの、戦争が始まって、あの、ドイツ、あの、トルコが封鎖しちゃったから、海峡を。だから池なんですよ。だから本来は新しいの入れたいんだろうけど、入れられない状態でずーっととどまってて、古いものもなだけなんですよ。で、あの、S400 っていう新しい防空システムを入れてるけど、あれって、あのー、 レーダーの射撃管制装置以下の話でしょあれそうですそうですでも射撃管制装置って大きな対空レーダーでそもそも使わまない限りこれが振り向けないんですよ、うんね、でその大きいレーダーは多分球体戦としてこう飛んでくるものしか見つけられないんだよだからやられっぱなしなんですよいやそんでその会議をしてた時にタイミング合わせて打ち込めたっていうことは会議してることがしぬけになってるわけですよね パ、ね、<う>ル士団が入ってて、<う>しもなおかつ34名とか、25名とか,らだか,らうだから、ウクライナの特殊部隊がも堂々と入れる状態になっているとことだか,ら、はい、だから中にもう入り込まれてるっていう状態ですね、だからクリミアは結構、もうウクライナはいろんな情報を持って,持っていられる状態になってるから、ただあの、海軍のやっぱり重要な司令部がセバストポリにあるので、クリミアには実は。 対空網っていうのは、防空網っていうのはすごくできてるんですけど、実はウクライナがもう8月からずっと、い,とい,っいわゆるあのその対空網を潰していってるのと、今回使ったのが、あの、イギリスから提供されたシャドウストームじゃないか。 ストームシャドウじゃないかって言われてるんですけど、さすがに250キロの射程があったとしてもですね、あの SU の24で行くためには、やっぱり対空網をかいくぐっていかないといけないので、そのやっぱり簿記が見つからないように防空網を叩きつつ、実はこのストームシャドウっていうのもあの非常にあの優れた性能を持っているので、いろんな あの、妨害を、やっぱりロシアはかけたと思うんですけど、電磁的にも、あるいは GPS としてもかけたと思うんですけれども、やっぱり誘導装置が4つ持ってますので、最終的にはもう3発直撃ですからね。ねあれは本当、あの、やっぱり性能はすごいんだけれども、それを、防空網をやっぱり破って、コリドって言われる、いわゆる攻めるルートを作ってたっていうのは、やっぱりウクライナの。 あの素晴らしさだと思いますずれにしてもこの攻撃ができたっていうこと自体がダメージが非常に大きい、ね、そうこれができるってことはいろんなことできるってことそうですね <laughs> そ<う>であと海軍はそもそも戦闘に俺たちは参加してるっていう気持ちがあったのかとか、うん、そうだけね 奉還、はい、外交じゃないけど大砲撃ち込んでミサイル撃ち込んで終わりみたいな自分が海軍として働くつもりはないんですよあれ、うん、だから全員でこう戦闘してるような状態じゃないんで、うん、んだからビルディンのぞく解決しただろうな <laughs> <laughs> 結構メディアではあの司令官がの生死だけが問題視されてるんですけど実は司令部に入れられあの攻撃されて数十名の幕僚がなくなったっていうことはいわゆる艦隊としての機能を発揮するっていうことは 多分無理だし、多分官庁たちも集まってたろうからな、多分そうでしょ、そうそうでしょう、対象がいる対象がいと。ことは、そこに当然、各官、官庁いるんですよ。 戦争感情を見るだろうからそれがみんな殺しになったってことでしょうそう考えると今度まさに今止められてるウクライナ産の穀物を国会の西側を通してくるとのいわゆる邪魔がでいなくなる見張り役だったわけですけどそ,<う>それがなくなるということはやっぱり大きいと思ますよね,すよねこれだからこの戦争の評価をするときに地上戦のその速度の遅さだけを見るんじゃなくてそれはトータルでどういうふうに,に、ね、あのウクライナ軍は ロシアに対してダメージを与えているかということを見ながらその決してウクライナ疲れとかですねそういうんじゃなくてそのその前線の戦闘だけ見てもだめだと思うんですがそのためいろんなことをやらなきゃいけませんから官僚機構に統治能力がなくなくっているシンクタンクと全国組織と政治家が三位一体の政党。 官僚たちに依存をせずに日本の政治というものをどう立て直していくのか、まあ、規制っていうのは、まあ、つまり年々増えているんですねだから規制緩和をしたから日本がおかしくなってるっていうことではないなんで彼らはそうやって制限を加えるのか政府に命令されて縛りられたがってるんですよ本当にそれでいいんですかっていう問いかけなんです。 だから我々自身が自分たちの頭で考えみんなに広め実現していき豊かで強い国を作らなければならない。